このしるべなき世に一筋の光を。し神秘、お主たちを真剣へ。炎章と炎丹の配下、神秘の娘である。炎家が滅ぶと父と共に曹操に仕え、紀州の混乱を鎮めた。今彼女の主君曹操は炎章を倒した勢いに乗って南下、降伏を拒んだ孫権を倒すため石壁に進軍した。この一戦にて天下を平定しようとしたのである。真剣衛と神秘もまた決戦に加わるため曹操と合流した。父上、曹操殿がお見えですわ。うむ、曹操殿、わしは一族も救えず炎氏の人質となったお主の兄の家族か。気の毒なことをした。だがお主らが来てくれなければ家屋平定にはも。父上、曹操殿にお気を使わせてどうす。楊州を要する孫権を下せば早々に曹操殿の天下になります。笑いの絶えない世にするため真剣へ。うん、ああ、曹操殿。皆まで言わん。塞ぎ込んで下を向いても光は見えませんわ。笑顔で過ごす時間こそが大切なのです。お主は良い娘に恵まれたな。親子ともども頼りにしておるぞ。間もなく参りましょう。行きますわ。
どよかったぜ。野郎ども、こいつが俺たちの敵だ。負けちまった。ここらの野郎どもと協力したかったのによ。笑顔で参りましょう。すみませんでした。このエビはもう近づかないか、許してくれ。行きますわ。今はこの喜びをかみしめましょう。いいぞ、その調子だよ。俺たちで敵の要所を攻め立てる。情報を持ち帰るまでは死ねぬ。ありがとうございます。これで貴重な情報を持ち帰れます。せっかく貴重な情報を得たのに、帰り道に見つかってしまうとは。真剣ですね。救援感謝いたします。この情報きっとお役に立つはずです。救援感謝いたします。この情報きっとお役に立つはずです。この情報があれば我が軍は有利になる。このため何としても戻らなくては。最新の演技終わらせましょう。よし、イケイケどんどんってな。この情報があれば我が軍は有利になる。仲間のため何としても戻らなくては。助かりました。これで石膏の任を全うできます。情報を持ち帰れます。
今はこの喜びをかみしめましょう。よくやった。その働き覚えておく。芝居、よくぞ職の進行を食い止めてくれた。陣は先帝同様、お前を信頼しているぞ。ただ、最近妙な噂が流れているのだ。そなたは知っているか？いいえ、存じませぬ。噂とは？芝一族が、いえ、あなたが帝位三奪を企てているとの噂ですよ。恐れながら、事実無根の流言かと。果たしてそうかな。各地の城門に文が張り出されておるのだ。芝居殿が天下を取るというな。それでも白を切るつもりか？はあ？一体どこのバカがそんな真似を。カーン、皆を連れて外に出よ。陣は芝居らと話がしたい。御意。先帝の崩御により今この国は揺らいでおる。陣はこれ以上動揺を広げたくない。芝居よ、すまぬが混乱を避けるため一時的に身を引いてはくれぬか。よく言いますよ。父上が今までどれだけ義のために働いたと。将、口を慎め。陛下の御前だ。父上、申し訳ありません。陛下のお言葉とあらば、この芝中達、慎んで従います。師、将、我らは巨匠に移るぞ。すまぬ、芝居。なんということか、宗妃殿。父上、そう悲観なさらずに。宗妃殿のお心は引き継がれています。希望の光はまだ失われてはいませんわ。だが芝居殿が言われなき残言で政務から外されるとは、この国は一体どうなってしまうのだ。まあ俺は複雑なところもあるな。石帝での宗及殿、外帝での加工房殿と、最近いいとこなしの宗一族は肩身が狭かったし。加工派殿、なんということを。あなたは加工園将軍のご子息なのです。そのような卑屈な態度を取られてはなりません。卑屈、そうなのか。まあ悪かったって。報告、諸葛亮率いる職軍が
騎山を抜け五条原に展開中。長期戦の構えを整えております。なんと、もう諸君が攻めてきたというのか。これはせめて五条原より先に攻めてこないようにしないと。芝居殿の不在が伝わったとは思えません。残言の元となった各地の文は全て諸葛亮の打った芝居だったのでしょう。巨匠にも芝居殿を呼び戻す勅使が向かいました。間に合うか。五条原を抜かれたらすぐ長安だ。防衛部隊がこの緊張感に耐えられればいいけど、指揮官不在のままじゃ抑えが効かないかもな。では私と父上が先に参りましょう。真剣英殿、何かを策というほどのものでは。皆さんの緊張と恐怖を。なるほど、兵たちの過度の心痛を取り除くのは必要だ。では我々も。死ぬけども砦から出てくることもできねえのか。戦えねえんならさっさと逃げ帰りやがれ。くそ、職のやつら調子に乗りやがって。芝居様はなぜ動かないんだ。このまま俺たちに屈辱を味わえってのか。流行るな。じれているのは敵と手同じ。もうダメだ、やろうぜ。俺たちの力思い知らせてやる。待て、それこそ敵の思うツボよ。そうですわ皆さん、職が尺でも余裕尺尺で構えましょう。剣影、そなた。おお、真剣影様。真剣影様がいらしたぞ。敵も今は挑発してくるだけのようです。でしたら気を楽にして備えていましょう。はい、真剣英様。まったく、お前という娘はこの緊張をも難なく弛緩させおるか。でも真剣ですわ。明日の希望のため健やかに戦いましょう。神秘殿、真剣英殿、よくぞ兵らを抑え守りに徹してくれた。これで職の勝機は失われたと言っていいだろう。お安い御用ですわ。これも皆で前へ進むと。ですが芝居殿、職の勝機が失われたと。理由は二つ。一つは奴らが遠征軍であるがゆえの兵糧の問題よ。いずれこちらより早く奴らの兵糧は尽きる。挑発し戦を急いだのはそれが理由よ。その時を待ち撤退する職軍を叩くのだ。そしてもう一つは。伝令、万長様が合肥にて五の大軍を打ち破ったとのこと。これよ、諸君が頼みとしていた孫悟はすでに我が軍の前に敗北した。ならばもはや兵糧の我慢比べも必要あるまい。これより我らは攻勢に移る。今こそ諸君と、いや諸葛亮と雌雄を決するのだ。
この五条原で諸君を完膚なきまでに叩く。諸葛亮、貴様の命脈もここまでよ。敵もお腹が空けば力が出ないはずだよね。この食料は私たちがもらいます。よく、おいおいおい、簡単に兵糧を渡すと思うのか。輸送部隊は俺が守る。食料を奪えませんでした。ダメだな、もっと筋肉をつけないと。よし、無事に兵糧は守れたな。さすが俺だぜ。よっ、今はこの喜びをかみしめましょう。さすがの腕前です。今はこの喜びをかみしめましょう。俺たちの畑がダメになっちまった。この先どうやって兵糧を賄うんだよ。ここまで攻め込んできましたか。ですがここで引くわけにはいきません。我らの死美しい。打ち果たしましょう。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。
まうか。お前ら、ついてこい。軍の屈強さ、思い知らせてやれ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。思い知らせてやれ。できませんね。一度下がり体勢を立て直します。お待たせしました。この戦車部隊戦列に加わります。今はこの喜びをかみしめましょう。行きますわ。素晴らしいご活躍、お見事です。もはやこの地を守りきることはできません。皆さん速やかに撤退してください。月影軍団撤退する模様。
追撃するか否かご判断。承知しました。まさか敵が追ってくるとは。ああ、このままでは追いつかれてしまう。ほらほら、背中がガラ空きだ。よし、二の奴らを挟み撃ちにしてやれ。真剣ですね。五条弦の部隊との攻撃が成功しましたね。これこそが私の秘策です。背後からも敵が。撤退と見せかけ攻撃に持ち込む罠とは。真剣ですね。ああ、もはや万策つきました。孔明様、申し訳ありません。行きますわ。月影、すみません、あなたにまで辛い思いをさせましたね。柵の敷設を続けよう。今はこの喜びをかみしめましょう。各位様、北限の防護柵が無事完成いたしました。おお、ついに。これで西からの敵は防げよう。進軍を命じる。かの地を手中に収めるぞ。隙だらけ。この戦、一気に決めてみせる。奇襲だと。くそ、ここで負けるわけにはいかん。進軍を命じる。かの地を手中に収めるぞ。真剣です。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。奇襲など通用すると思うな。諸葛亮、貴様の希望はその程度か。今はこの喜びをかみしめましょう。お見事ですな。後ろを取られては話にならん。我らは武漢の防衛へ向かうぞ。
開始。俺たちであそこをもらっちゃうよ。俺たちの背後を狙ってきたね。悪いけどここは通せないよ。あっちゃー、雲行きどんよりだぜ。いやいい、入れないとな。いきますよ。最新のエミリー終わらせましょう。ここまでか。諸葛亮殿の背中守りきれなかったよ。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。ところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。そうですよね。ここからだと山麓の砦まで広がりそうです。防備か。これほど剣舞とは。違う。ここは東側だ。よし、武漢を守り抜いたぞ。この戦諸葛亮殿の思い通りにはさせぬ。間に合ったようだな諸葛官。これよりは私も共に戦おう。おお、しばし殿が来てくださるとは。諸葛公宮100万の味方を得た思いです。今はこの喜びをかみしめましょう。お見事ですな。五条原に展開する諸軍を一掃する。速道を抜けて北進せよ。
武漢の守りは固められたようだな。よし、我らは山道から五条原へ向かうぞ。私が撃たれれば士気が混乱する。何があろうと倒れるわけにはいかない。この身は我らが受けた。決して何者にも抜かせはせぬぞ。私が引いては軍の統制が。少々申し訳ございません。今はこの喜びをかみしめましょう。敵兵器の護衛が手薄なようだ。倒すには絶好の機会だな。よし、かかれ。おう、敵の兵器を叩くつもりか。こちらへ来た甲斐があったな。私も続くぞ。これ以上トラ戦車を失えば戦況に影響が出る。深刻な状況に陥る前に撤退せよ。多くの兵器を破壊できたな。諸君にとってこれは大きな痛手となろう。今はこの喜びをかみしめましょう。場所を見つけた。そこに向かって進軍を。敵の狙いはこの地と見た。あなたも守備を固めよう。行きますよ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。私の新さんの前ではあなたは無力です。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。最新の演技で終わらせましょう。真の三国無双です。ここは一度引きましょう。いいえ、この一度は私にとって最後。思い知ったか諸葛亮、この決戦我らの勝利だ。芝居殿、諸軍が一斉に退却。そうか、ついに諸葛亮が言ったか。将、追撃できるか。
や、それが少し面倒。交代する職軍の隊列は全く乱れてませんし、奴らの退却路にはいくつも罠が仕掛けられてます。下手に追えばこっちに大きな被害が出そうです。それも諸葛亮の仕業よ。やつは攻勢の中まさに天下の奇才。もうやつほどの敵と出会うこともないだろう。父上、これで当面は食も語も動けまい。これから先は内なる敵、葬儀を蝕む輩と対していかねばな。真剣英は諸葛亮の最後の挑発を見抜いた。彼女の助言により魏軍は五条原の戦いに勝利する。戦後真剣英は父真丕と共に都に戻った。蜀との決戦には勝利したが、まだ乱世の闇は深い。そう思っていた矢先、ずっと共にいた父が倒れてしまう。光がまた一つ消えようとしていた。父上、ご所望の諸問題の書物お持ちしましたわ。父上、まさか父上、父上取り乱すでない剣英よ。気持ちよく御水をむさぼっていたというのに、お前のいつものあれで現実に呼び戻されたわそれはようございました。しかしの、このところの情勢を鑑みるに、義と我が一族の行く末は暗い。それを考え始めると、このままほっこり行きたくなるわ。父上でも弱気なことをおっしゃるのですね。ご安心くださいませ。どんなに闇が深かろうとも、いつだってそこには光がありますわ。みんなで探せばいいのです、その希望を。ああ、頼んだぞ。父上。